はい。ゆったりゆでです。本日はですね、ちょっと、やはり経済の方のネタをしてみたいと思います。さあ、消費税上がりました。皆様の生活はどうでしょうかまあ、簡単に言ってしまえば良くなるとは当と然うとう思えないんですけど、じゃあ、消費税の話をちょっとしていこうと思います。消費税の裏話でございます。まあ、税金っていうのは間接税と直接税ってあるんですけど、まあ、消費税は、 関節税に当たります。なんか皆さんが直接払ってるんで、払ってるイメージあるんでしょうけど、これワンクッション挟んでるんで、まあ関節税となります。この関節税と直接税なんですけど、まあ、関節税の方が色々と何かと問題があるわけですよ。で、直接税の場合は色々と経費という形でできるんで、節税ができます。残念ながら関節税、もろにかかりますんで、普通の人はみんな苦労するって話でございます。 さて、この消費税を上げるっていう理由で、なぜ上げるかっていうと、日本の借金があるからって話になってるわけですよ。では日本の借金で結局誰がしてんのかって話になるんですよ。まず結局借り、借りてるわけですから、貸してる人がいるわけですよ。じゃあ貸してるのは、日銀と銀行でございます。まあ、ほぼ日本の金融機関でございます。そう考えると、この銀行に貸してるのは誰かっていうと、国民なわけですよ。国民が出してる。 つまり、えー、政府の借金はあるけど、貸してるのは国民であるたしなるんですよ。で、それを回収するために消費税を上げている。何かすごく矛盾感じるわけなんですよね。で、まあよく言われるのが、資産持ってるけど売却できないなんてで,でしょそんなわけないじゃないですか。現金ができますよ。金融資産いっぱい持ってるわけですからね。やらないだけでしょって感じが出します。まあこれ、言い方が変えれば、弱者からお金を取って、 お金を配りながらお金を回収してるみたいなもんですよね。結局やってことでそういう感じがします。さて、消費税上げて本当に税金が増えるのかって話になるんですけど、実際のところどうだったのかって話ですよね。過去の話です。3%から5%上げたとき、えっ、ー、と、消費税の税収1兆円減りました。あららって感じですよね。さらにですね、面白いのがこれなんですよ。トータルで3.8兆円減りました。なぜか、法人税とかそっちの方で落ちたから、 あれ消費税上げて税収増えたんじゃないのって話でしょ実は下がってるんです。消費税上げると税収減るんです。もうこれ非常にポイントですよね。本気かって感じですよね。まあ間違いなく国内の消費が落ちると思います。3%から5%になった時、ひどい話が、自殺者が3万人を突破いたしました。おそらく今回消費税上げたんで、自殺者増えると思います。もうひどい話です。まあ金銭的な関係で、 苦しくならすと多くなるであろうと考えます。まあ、ここまでことは不思議なものでございます。ねえ、よく言いますよね。有識者とかよくメディアとか出てますけど、あそこの人たちがね,ね、消費税上げないとダメだってわーわー言ってるわけですよ。本当なのかって話でしょう。これも引っかかる分部分でございます。メディアなんかね、新聞とか反対だってわーわー言わないでしょう。なんでかなと思っいろ色々思うことあるわけですよ。 消費税の上げるメリットって何かなっていうろいろ考えなきゃダメなんですよ。結局は消費税を上げることによって、その財源ができるんで法人税下げれるわけですよ。かつ面白いのは天下り先が維持できる。面白いですよね。しかもこれ経験税率っていう、また特殊なものを使うから、結局それを伺うために、 完了に会いに行く必要性があります。なんでしょうね。またなんかつながりができるんじゃないかなと思います。軽減税率の入る入らない大きな問題でございますからね。利権の拡大ですよ。あららって感じでしょう。なんかもう暗い話しかないなと思います。間違いなく自殺者増えるであろうと考えてます。景気悪くなるであろうと考えてます。日本の景気フライですよね。さてさて。 そんな中、やはり、ここはやはり、投票によって何とかしなきゃいけないっていうのはあるんですが、日本人関心が非常に低い。じゃあ政府はどうやって消費税をこのまままだ上げようとするのかって話をちょっとしてみたいと思います。まずは非常にシンプルです。日本の借金が多いんだよっていうふうにメディアで言い続けます。ああ、大変だってなるでしょで、またさらに面白いのが、他国の方が税金が高いんで日本低いよって言い続けるんですよ。 まあ、欧米とか見ると、そうですよ。高いですからね。税金。あれ、本当にそれで考えていいのかって話でしょ。国違うんだから仕方ないじゃんって話でしょ。でも、他の国はこんなに高い。日本は低いよ。まだ上げてもいいよねって話でも話持ってくるでしょ。で、さらに面白いのが、15%っていう数字を出した後に13、13%って消費で出すんですよ。まあ、これによって、まあ、それならしゃーないかって話になるんですよ。 これで進めようと言うんですからね。まだ上がるんじゃないですかね、消費税。まあ、私は日本の方は、ちょっともう、見切りをつけながらそろそろ判断はしていきたいなと思います。まあ、もともとはアメリカ ETF の長期投資家をやっておりますので、日本株はほぼ投資はしておりません。まあ、間接的にはアメリカの株を通して、日本に投資はしておりますが、おそらくこれからどんどん悪くなっていくであろうという予測で、動いていこうと考えております。まあ、消費税上がりました。 おそらく景気悪くなるでしょう税。税収上がればいいんですけどね、無理だろうなというのが個人的な意見でございます。皆様はどのようにお考えですか本日はゆったりのが消費税についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。